弱室元光赤室元光常時6年、昭平22年9月1日は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨在州の僧。美まさか高田の出身。属性は藤原氏。一説によれば、小野宮藤原佐頼よりの光栄とされる。意味名は元光。道号は初めて戦と合したが後に、寂室と称する。死亡は、 昭和3年11月には、政党国史の死後あり、弱室元光は、昭和3年未まさか高田にて、小野宮みやよりの七世紀の子孫として生まれた。両親の希望により13歳で、山城国造政寺の無意章元の下で、寂味となり、15歳にて出家した。その後鎌倉善光寺の役、大徳県、武蔵金沢正明寺の絵運、市山市康氏などに指示した。 元王2年に、花王修繕らと共に、中国の元に渡り、天目山の中宝明本、慶山の元創業端などに参戦し、中峰から、寂室の道号を与えられた。火略元年に帰国し、以後25年間は、中国地方、中部地方など各地を安略した。ビンゴ永徳寺、摂津復元寺などを開き一時泊まったりもしている。昌平16年、公安元年、 大見主後、六角氏寄りの家を得て、永源寺の解散となった。四、中峰の陰遁的な善を受け継ぎ、世俗から離れ、生涯国威の平ら像として過ごした。時の天皇や室町幕府から京都天竜寺、鎌倉県長寺などへ拝娼されたが、受けることなく永源寺に陰性した。四、下、牧石は特に優れ、重要文化財に指定されているものもある。 すべて国の重要文化財。ありがとうございます。